皆さんこんばんは。2017年8月の31日22時58分です。よろしくお願いします。はい、こんばんは。ぬこ様、こんばんは。楽しんでて。はい、わざつゆうきちゃんいらっしゃい。ダークナイトは今遠征に行ってるから、ダークナイトはたまに来るよ。ダークナイトは今遠征中です。ダークナイトに会いたかった。 ダークナイトに会いたかった。ダークナイトは今休んでるよ。伝えておくよ、俺の方から。ダークナイトすごい望まれてたよ、待ってたよって。まあ普段のね放送も楽しんでってよ。はい、ワドツ匿名配送さんいらっしゃい。なんか携帯鳴ったな。あ、フォローありがとう。はい、イリコさんはどつゆ。マクイーンはどつ。嘘、寝ちゃう？いいよ、全然全然いいよ。寝配信用、寝配信特化型配信者だから。
全然いいよ。まあ、他のところでコメント打ってたらイラッとするけどね。寝たんじゃないのかよ。たまにいるからね。もう寝ます、さよならっつって他のところで普通にコメント打ってるリスさんいるから、ね、寝てねえじゃねえかって。おう、ペイワード2。他の配信者にコメしたことない。生っ粋の和道リスナーの、生っ粋の和道リスナー、嬉しいわ。アメスピからお知らせ、え、日本で製造したアメスピをまもなくお届けする。日本国内製造の販売廃止します。へえ、大丈夫か。日本で製造するんだったアメスピ。へえ、あ、そうなんだ。メイドインアメリカが売りじゃなかったの。大丈夫かね。はい、大ちゃんこんばんは、いらっしゃい。バカありがとうね、バカありがとう。
はい、こけしさん、こんばんは。サムネ変えたんだ、また。おい、風船5個ありがとう。今月はマンスリー誰が何位だろうね。マンスリーどうなるかな。漆黒好きだったのにやめちゃったのか。今旅に出てるわ。遠征中だわ。シャイニーは遠征中だわ。意外と漆黒の騎士放送好きな人多いんだね。はい、どうもどうも。のりしさんって読むの、これ。かけし JP、こけし JP。 シャイニーがよかった。シャイニー呼んでこようか。シャイニーがよかった。バトンタッチする？シャイニーに。はい、ワード2、ヤナラッキーいらっしゃい。アクエリオンで飛び立てるからそう簡単には呼べないでしょ。アクエリオンめっちゃ速いから アクエリオンめっちゃ速いから、フィャーンってくるよ。アクエリオンのスピードをなめたらダメだよね。ユニコーンとペガサスのハイブリッドだよ はい、その時が来るまでこんばんは こんばんは。めちゃめちゃ速いっつうの。新幹線より速いもん。なんか今日、来週のグラップラー暴き楽しみなんだよな。今週後、さっきタバコ買うときに読んでみたんだけど、久々暴きがブチ切れてたからね。結構楽しみ。宮本武蔵にブチ切れてた、暴きが。てめえ、それ以上、あ、じゃ、刀抜いたらぶち殺すぞ、つってた。はい、こんばんは。はい、こんばんは。バキは切れると強えかんな。バキ VS 宮本武蔵は見ものでしょう。楽しみですね。どうなるんだろう。スケボーやってないね、最近ね。今からやろうかな。痩せたよ。めちゃめちゃ痩せた。のんちゃんがびっくりして、お腹引っ込んだっつって。飽きたの？いや、通報が入っちゃって、あの場所でできなくなっちゃったんだよ。だから道路でやる。道路で、公園でやった方が絶対いいと思うんだけどね。
最近の公園はあれこれ何でもできない。公園の意味があるのかって思うよね。公園って一体何なんだろうっていう。いや、迷惑かけてる行為だったら俺も反対だけど、夜中にさ、やるっていうのはどうなんだっていう。夜中にさ、誰にも迷惑かかんない公園の広場でスケボーをやることがなぜいけないことなのかっていうのが、大人にちゃんと説明をしてほしいんだけど、どう思う？ 何がどうダメなのか、全然意味がわかんないじゃん。それは正義ではないよね。まあ、東京のね、役、ね、公務員なんてこんなもんでしょ。なんでダメなんだろうね。いや、道とかでやるんだったらダメだと思うよ。通行人にぶつかるから、普通に。ただ、広場でやる分には問題なくない？しかも夜だよ。昼避けてやってるわけじゃん。オリンピックの正式種目になってるぐらいなんだよ。意味がわかんないよね。さすがに意味わかんないわ。で、公園はみんなのものなのに別に騒音とか出してないよね。まあでもほら、ジャンプとか、オーリーっていう技とかやると音は出るんだけど、住宅街ではないのよ。まず、前提として。すっごい広い公園の真ん中にある広場でやってんのね。いや、おかしいよね。ね、問題ないんだろうけど、まあ公園がダメって言ってんだろうね。まあ変な話だよな。ただただやめろと言われたの。いや、公園の看板に書いてあるからっつって。で、警官も名乗らなかったからね。めちゃくちゃでしょ、本当に。警察手帳も見せねえんだもん。マジかと思って。そうだね。まあ道路でやるよ、普通に。バガープレゼントありがとう。ブロック会場は1ヶ月に1回やってるよ、俺。普通に見てくれる分には問題ないから。ただまあ相変わらずまだ立てついてくる人がいたらブロックはします。普通に見てくれる分にはブロック解除します。で、小泉さん、こんばんは。
エスランバガありがとう。それがね、今日すげえ気持ちいいんだよ。もう季節変わって寒いの今日。カラッとしたね、秋に入ってすごい気持ちいい。たった一晩で、昨日めちゃめちゃ暑かったのに、さーっと秋の風が吹いてて、今日は最高だよ。今日はもう暑くない全然。今日最高。ルフィさんこんばんは。最高でしたね。よかったよ。うん、今日東京最高だよね。ちょっと肌寒いぐらいだよね。過ごしやすいどころか、もう夏は終わったよ。最高の季節だよ。秋が来たよ。最高、本当に。過ごしやすいよ。最高。てかこれ100均で買ったんだけど、クソまずいなこのラムネマジでこれ本当にまずい。びっくりする。季節は秋と春が好きですね。だから秋が一番好きかな。夏が一番嫌いだから、その反動だけが来るでしょ。いいよね。ま、のほほんとしてていいよ。うん、のほほんとしてすごく気持ちいいよ。ラムネなんだけど、ラムネっぽくないんだよね。ちょっとあんまり美味しくない。全然美味しくないよこれ。閲覧大丈夫？何の関係があんだよお前に。俺の閲覧とお前の人生に何が関係あんの？心配しなくていいよ。何の関係があんのお前に。ほっときなさい。閲覧気にしてねえから俺。ラムネラムネ。あとね、おいしのぶチームワード2、あれが美味しかったな。豆乳のココアが美味しかった。だから閲覧少ねえとか多いとかおめえに何の関係があるんだよ。何の関係もないでしょ。嫌じゃなくて、秋は1ヶ月ぐらい、1ヶ月ぐらいだろうね。秋長めにしてもらいたいわ俺としては。秋長めがいい。怒ってはりますじゃねえよ。気持ち悪い。働け。短いよね秋ね。
だから石野の放送じゃ見りゃいいだろ。気持ち悪いな。誰かと比べて配信なんかやってねえよ、バカが。な？石野見りゃいいだろ、そんなに石野気に入ってんなら。気持ち悪い。めんどくせえっつってんの。うざがらみすんな。秋いいよね。秋いいよね。飯はうまいし、最高の季節だよ、本当に。なんで四季ってあるんだろうね。ずっと秋だったらいいのに。ずっと秋だったら最高なのにね。おい、ガルーダ、こんばんは。楽しんでってね。余裕を持つとかじゃねえんだよ。おめえが配信やれよ、だったら。余裕があるとかないとか関係ないの。てめえの人生生きろよ。人の人生にちょっかい出す前に。な。お前のために配信やってるわけじゃねえんだからよ。こっちは暇じゃねえんだよ。VVY 消えろ。目障りだ。おい、先んちょ、こんばんは。いらっしゃい。今じゃねえよ。仕事でやってんだよ、こっちは。露天風呂俺も大好きだよ。露天風呂好き。露天風呂いいよね。人生あっという間だよ。すごい早い。人生あっという間。まあまあまあ、花火みたいなもんだからな。人間の一生なんて。まあまあ、その時その時が楽しかったら俺はそれでいいと思うよ。のんちゃん、出不精なんだよね。はい、ザワチンワード2。カレー。ペコポコランド、どうも、涼しいね、今日ね。バカありがとう。ふわっちとかけての花火。ふわっちの花火はいいよね。花火が、その高額アイテムだっていうのは、俺は好感持てるね。花火はいい選択だと思うよ。
運転も遠いと疲れるかな。疲れるっていうかね、人がダメなのね、のんちゃんは。人が多いところダメだから、本屋さんに行っても本屋さんの外で待ってるぐらいなんだよ。コミュ障っていうか、あの人怖い、パニック障害持ってんのかな、ちょっとその辺わかんないけど、とにかく人がダメなんだよね、のんちゃんは。のんちゃんとデートするのは大変なんだよ。まあ、俺は運転できないからね、運転の大変さ分かんないかな。デート場所、のんちゃんはもう俺の部屋にいるのが一番好きなの。俺の部屋にいてずっと楽しむのが一番好きな人だね。知的障害を伴う自閉アスペルガーの中学生と部活動指導員してたからなんとなく理解しました。あー、まあアスペはね、いろんなタイプがあるから。俺もアスペルガーなんだけど、のんちゃんはアスペじゃないと思うよ。のんちゃんは違うと思うよ。違うと思う。アスペっぽくはないと思う。話しててね。アスペルガーは総称みたいなもの。そう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 。多くの人や音に反応。じゃあ聴覚過敏っていうさ、障害を抱えていて、アスペルガーの人って聴覚過敏とか言って音に敏感だったりするのね。他の人が聞こえない音が聞こえてたりとか。いや、耳が異常にいいのよ。普通の人って脳内フィルターでさ、こう人混みの中でも会話を聞き分けることができる。要は、あの、音を消すことができるのね、脳で。でも脳がバグにあるから、脳にバグがあるから、ずっとその世の中で流れとる音が全部聞こえちゃうんだよ。だからそれはそれでやっぱ大変だよね。反して絵がものすごくうまかった。画像を脳に映し込むように再現してた。あー、だからアスペルガーの子はよく、最初にその得意なものを見つけて、得意なものをやらせると天才になるって言われてるよね。うん、人よりも能力が高いところがあるから。ただその総合的に見ると、あの、一般生活を送れないっていう、うん、だからグラフに偏りがある子だよね、簡単に言うと。個性個性、別にその働けないとかではないから、アスペルガー症候群イコール程度の問題によるよね。 でまた知的障害を伴うと名前が変わったりするし、だってね、アインシュタインとかビル・ゲイツとかスティーブ・ジョブズとか、あとね、エジソンとか、それもアスペルガー症候群だって言われてるからね。アインシュタインは間違いなくアスペルガー症候群だったろうね。
要は障害か障害かじゃないかのラインで社会生活を営むのが困難かどうかな。俺もだから早めに知っておきたかったと思うよ。5歳の時言われた。ああ、だったら本読んだ方がいいよ、コロンさん。この本を読んだ方がいい。その子は天才になる可能性があるから。はい、バタフライテール、こんばんは。お疲れ。今月もよろしくね。その子をうまく育てることができると、何かで才能を発揮する可能性がある。素直で明るい子供っぽい人多いよね。子供みたいに笑う人がすごい多いよ、アスペルガー症候群の子供は。ニコ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 、子供みたいに。ものすごい深い才能を持っている人が多い。その能力をうまく伸ばして、同じように広く深い執着性をどう社会に順応させるかを理解。やっぱりね、社会から、特に日本社会っていうのは右向け右なわけじゃん。弾かれちゃうんだよね。でも俺は弾かれてよかったと思ってるけど、俺の場合は。やっぱりね、その協調性社会なんだよ、日本っていうのは。やっぱ99%農民国家だから。でも別にね、その農民だけじゃなくても社会は回るからいいんだよ。不特定多数の少数派がいて、でその子はその子でさ、社会に出た時、何かしら能力を見つけた時に埋もれちゃったらかわいそうだけど、それもまあ自分の人生だから。ただね、家族はやっぱり自分のね、大切な子供だろうから、その子の才能が伸びるように育ててあげたら面白いと思うよ。俺の場合、理解者がお父さんだったから。あるニュースを見てびっくりしたんですが、夏休み明けに自殺する子供が結構いるみたいでびっくりしたんですが、和藤さん、学生生活はどうでしたか？僕が自殺を最初に考えたのは、小学2年生の時ですね。で、自殺をずっと考えてましたね、僕は。はい。だから気持ちわかりますね。夏休み明けに自殺するかどうかっていうのはちょっとわかんないけど、うつ病でしたね。簡単に言うと子供の頃の方がひどかったね。ADHD アスペの可能性があるって言われた。あ、じゃあ俺と一緒だね。多少当てはまるくらい。でもね、ADHD アスペって検査をちゃんとやった場合、明らかにその挙動で出るから、検査結果で出るから、検査を受けた方がいいと思うよ。確定させた方がいいと思う。親とか、要は、精神障害に限ってはよくあることなんだけど、自分が、自分の基準でみんな考えるわけじゃん。だけど、ちゃんと医学的に見てもらった方がいいとは俺は思うよ。医者もバカじゃないから。まいちゃん、こんばんは。お疲れ。風船35個ありがとう。ちゃんと検査して、自分の思い込みでその子が苦労する可能性があるわけじゃん。この子は大丈夫だろうってほったらかすんじゃなくて、可能性があるんだったら、アスペルガーなのか、まあ、ADHD なのかっていうのははっきりさせた方が、その子のためにはなると思うよ。俺は検査受けといてよかったなと思ってるから、俺自身はね。っていうのも、その協調性が子供の頃特にないから、その子がいじめられたりとか苦労する可能性があるのよ、やっぱり。できないっていうのとやらないっていうのは根本的に違うからさ。精神医薬はなるべくよ、飲まないようにしてますね、僕は。ろれつが回んなくなっちゃうんで、薬が合わなくて。なるべく薬に頼らないで、日光に当たったりとか散歩をしたりとか、そういうので対処しようと思ってる。ものすごい才能を持っている反面、知的を伴うと食欲、物欲の三大欲に執着する子。まあ、知的障害が伴っちゃったらね、それはまた別の問題だから。
あ、難しいよね。で、将来その子がさ、働けなくなってニートになっちゃったりしたら困るのはコロンだからね。専門医の検査しか受けられない。アスペルガーと ADHD っていうのは専門医が検査をして確定させるもんだから。幼少期が多動、ひどい多動、協調性あんまない。だったらね、ADHD の可能性高いよ。遺伝だから。だから本人が多動だったから子供もこんなもんだろうっていう風になっちゃうと大変なことになるよ。専門医の検査を受けた方がいいですね。僕は強くお勧めします。その子の人生がかかってることだから。大人になってそのままだと大変なことになるよ。そうじゃなくて病気だから、わかんないっていうことを認識させないといけないのよ、子供に。うちの息子27歳なのに汚部屋の住人。まあ、勝たせない人とか多いよね。知的障害が伴ってなかったら才能は発揮しやすいからね。あとはその子が何かを見つけてあげることだよね。その子が得意なもの。例えば俺はその音の聞き分けが人よりもできるのと、もし子供の頃にそれが分かってたら絶対音感ついてたのよ。ピアノとか始めてたら。聴覚過敏に関連性がすごくあるのね。で、音感さえ叩き込んでおけば、絶対音感ついてたって言われてんの。だけど、ピアノ始めなかったから音感つかなかったのね。あと、色彩感覚が、カラーコーディネーターよりも強いの。色彩感覚が。だから、そういうさ、色のセンスがあるんだっていうことに最初から気づいておけば。男の人って色盲なんだよ、若干。女の人に比べると。女の人の目のいい人ばりに見えてんの。な、珍しいのね、男だと。1万人に1人とか、それくらいの確率なんだ。だから、その子が何の才能を持ってどうやって伸ばすのだよね。やっぱ心配で小学校に入る前に市の検査みたいなのに行ったんだけど、 ADHD とかの専門ではなかった。 ADHD の専門医に直接かかることってできないんですよ。まずは心療内科に行って、その市の検査みたいなので ADHD の可能性があるって言われたんですよって相談をする。で、通うと。で、先生がその疑いがあるって判断した時に東京大学とかで検査を受けるの。東京だと東京大学と大学病院3つでしか検査を受けられないの。そこで初めて確定するの。だから今疑いがあるだけでしょ。疑いがある。だからコロンが見てどう思うかだよね。あと例えば男の子か女の子か分かんないけど、男の子の場合スポーツとかで遊んだりしないで部屋で引きこもって、こう絵本を読んだりとか図鑑を読んだりとか一人遊びをする子。例えば俺がそうだったんだけど、友達と一切遊ばないのよ。で、一人でお人形遊びをずっとやってんの。空想ごっこ。とか、幼稚園の時に周りと全然遊ばないで、一人で積み木遊びをしてたりとか。っていう傾向がもろ出るから。で、後から ADHD、大人になってから ADHD を証明するのって難しいのね。だから子供の頃から検査をしていて確定させないと、例えばその子が働けなくなって障害者手帳を発行するときは発行できなくなっちゃうんだよ。そう。だから早めに疑いがあるって言われてて、コロンがもしそうなのかなと思ってるんだったら連れて行ってあげてほしいんだよね。脳障害である発達障害系だと下手なバカチンより真面目で一生懸命職人、あ、そうだよね。職人向けだよね。すごく。プログラマーとかも向いてるかもしんない。うちは女の子なんだ、珍しいね。女の子で発達障害は結構珍しい。多動傾向のある子も成長とともに落ち着いてくることがある。ほっとする。そうだね、多動は落ち着きやすい。配信をやり続けてるというのはネタが尽きないんですかね。ネタ尽きますよ。だからフリートークを勉強してるんですよ。ネタっていうか、ストックに頼らない。もちろんネタ探しとかちゃんとやってるけど、そうじゃなくてフリートークで楽しませる実力をつけていかないとダメだなっていうふうに俺は考えてる。じゃないとね、リスナーさんがやっぱ飽きちゃうから、ネタよりもキャラ。面白い人間になれば、面白いことをしなくて済むって思ってる。面白い人間になることの方が大事だと思ってるよ。
家計的には大人になったら落ち着いた感じだけど、私は片付けられないまま大人になった。多分家計的に ADHD 抱えてるんだろうね。ギスギス感がなくて緩い時間が流れていて、配信者がリラックスしたり楽しんだりしてるのを見ると嬉しい。 ねえ、リスナーさんは鏡だからね。いい配信者にはいいリスナーが集まる。似た者同士がつるむって言うでしょ、よく。はい、こんばんは。おやすみ、バタフライテール。また明日ね。おやすみ。おお、ゆうこさんはどつ？ちょっと見てもらった方がいいと思うよ。気になってるんだったら。走行人生左右することだからさ。愛情を持ってれば伝わるからね。それでね、もし、発達障害じゃないっていうふうに確定したら少し安心するでしょ。おい、まこやん、こんばんは。楽しんでて。普通の人でもやばいのがいるよ。普通って何なのかってさ、普通なんてものは存在しないんだよ、この世の中には。みんなの中に普通、ある普通っていうのはさ、平均的っていう価値観なんだよね。自分の物差しからの。だから俺は普通な人間なんていないと思ってるし、会ったことがないよね。普通っていう概念がわかんない。正直親が私だから、産む時から何かしらあるんじゃないかと思ってたら、なかったら安心する。そうそうそう。芽は早めに摘んでおいた方がいいよ。どっちかわかんないあやふやな状態だったら余計混乱するでしょ。コッペちゃんに電話ワドさんの気持ち伝わったのでしょうか。俺コッペどうなんだろうね。伝わってないんじゃないの。 あれはまずいよな。はい、琴音ちゃんこんばんは。あれはまずいよな。あれ刺されてもおかしくないぜ。あんな障害者は全員死ねとか過激すぎるでしょ。あれはちょっとひどいよな。いくらなんでも俺もちょっと怒ったもん。
あれは言い過ぎだよ。ただの差別だかんね。普通なんてないよ。普通っていうのはなんかないよ。俺は普通な人を見たことがない。まあ自分のこと普通だと思ってる人間を信用はできないかな。ないよね。普通なんかないよね。ドリンク取ってきたわ。ただいま。普通なんかないよ。でもね、才能がある子の可能性があるからね。なんか才能のあるキラキラした子供になるといいね。人とは違う個性的な人になってもらいたいなと思うよ。コロンの子供が何かの分野で普通とは違うわけだからさ、その能力生かしたらオリンピック選手とかになるかもしれないよ。
働いてみた方がいいですよ。今からハローワーク。俺働かないよ。なんで？和藤さんってよくわかんないけど、どういうこと？私の仲間間では異常とか変人とか言われるけど、顔になる。笑顔になる。私もそう。普通って言われる、無性に怖くなる。普通って無個性ってことだと思うからね。俺は別に普通になりたいと思ったこと一回もないかな。働いてみた方がいいって、俺働いたことあるよ。全然働いたことありますよ。世の中にはさ、その、なんつうの、羨ましい人間の足を引っ張る人間っているんだよ。でもさ、それはさ、一定数いたとしてもしょうがないことなんだよね。なんて言うんだろう。その人の人生変えられるのはその人しかいないわけじゃん。その人しかその人の人生変えられないの。だから、憂さを晴らしたところで何もならないんだよね。いや、俺は関与しないっていう風に決めてるかな。その人たちがもしね、なんだろう、ごっこ遊び好きだから、この前のごっこ遊び楽しかった。あ、そうなの。風船10個ありがとう。だから、そう、人生切り開けるのは自分の人生だけだからさ。それは自分次第だよ、やっぱり。今夜も変なのが湧いてるね。まあでもね、この人が変かどうかをね、俺とは何の関係もないかんな。
変な湧いてるよな。面白いよね。のりしってどういう意味なの？なんで読むのか分かんないこれ。のりしって読むの。ね、珍しい名前だよね。こけしか、こけしか、のりじゃないか、やっとわかったわ。こけしか、こけしさんだったのか、ごめんごめん。なんだよ、突っ込んでくれたらよかったのに、こけしさんか。やっと意味がわかったわ。のりだと思ってたわ。俺漢字読めない。こけしさんね、はいはいはい。やっとわかったわ。なるへそ。こけしさんだったのか。岸さんね、近藤徹子さんいらっしゃい。そういうことだったのね。こけしさんだったらみんな分かったのか。今度は教えてよ、そういう時は。ワドこけしだよって、間違ってるよって。なんで教えてくんないのよ。よいしょ。
あれ、解放が見つけてくれたの何だったんだろう。最近音が戻ったりスタンダリーします。周波数でもない。低画質は寂しいな。音が戻ったり、え、音声エラー出てる？みんな音声エラー出てます？ノリもノリって書くの。じゃあ俺間違ってなかったってこと。合ってた読み方。ポケって読めなかったのか。よいしょ。音声大丈夫？ありがとう。
おととびえとびしてる？みんな今どう？おととびえとりしてますか？だけアンドロイド、マジで？なんだろう。飛んでる？お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。